すいません、全然わかりません。で、何か用があるんでしょ？だからわざわざ昔捨てた女のところにのこのこ顔出したのよね。そうやって誤解を生むような言い方やめてよ。もう逃げ場はないわよ、リンリ君。というか我が家ではお客様に心からのおもてなしと安全なご帰宅を保証いたしますから。なんてね、ただの陣中見舞いよ。そういうこと言うんだ。せっかくしーちゃんが喜ぶと思って一生懸命お膳立てしたのにな。どういう意味？実はね。高ければ捨て間と下げすみ、売れなければオバコンと笑い、叩きに反応すれば言い訳とか自己正当化とかほざき、ならばと何も言い返さなければ説明責任を果たしてないとか。あのなんか粛清されてしまえばいいのに。宇田葉先輩落ち着いて。宇田葉先輩、だから凛々君も必死でついてきなさいよ。ああ、宇田葉先輩に置いていかれないように死に物狂いで頑張るから。で、お二人とも、その仕事の優先順位について今からちょっと打ち合わせできない？いつから起きたの？どこから見てたの？法外な利子を要求したりはしないわ。ほんのちょっと私の頼みを聞いてくれるだけでいいの。頼みって？それはね、私の。でもお金のことは避けて通れないわ。感知いたしません。ちょっと内田さん。ヤンデレヒロインを差し置いて他の女とデートに行ってしまった主人公。自宅に帰ってきてみるといきなり後頭部を殴られ気絶。気がついたら手足を拘束されて身動きも取れず助けを呼んだところに現れたのはなんと。なあ、あれって。先輩、俺を男に。じゃなかった、クリエイターにしてください。その紛らわしい言い間違いってもしかしてわざとかしら？何のことですか？落ち着きなさい、もう大丈夫よ。いや、まさに今この状況が大丈夫じゃないんですが、なんで宇田先輩がここに？そんなの前回全く出番がなかったからに決まってるでしょ。それ全然理由になってないよね。愛してるのに、こんなに愛してるのに、なんで私の思いは届かないの？落ち着いて、落ち着いて、宇田先輩。何よ、作家は恋をしちゃいけないって言うの？ファンに本気になっちゃいけないって言うの？それキャラのセリフじゃなくて作家のセリフだよね。島さん、リンリ君にあんなに懐いてて、まるで途中から登場するくせに初期好感度がものすごく高くて、狙った女の子の攻略に失敗しても必ず告白してくるような。何それ、ムカつく。隠し救済ヒロインなんて最後まで隠れてればいいのに。一度、ごめん。加藤さん、これどう録音すればいいの？ねえ！あんた、私の存在完璧に無視してたでしょ、霞ヶ丘ウータ。途中までは無視してたけど、今は本当に忘れてたのよ。こっくり。どさくさに紛れて何やってんのよ、霞ヶ丘ウータハ。ちっ、夜は長いわ。いや、そうしたいのは山々だけど、あまり遅くなると終電が。あら、そんな心配は無用よ。実はもう一部屋取ってあるの。ちょっと。大丈夫、宿長は姉と弟という設定にしておいたから。何が大丈夫なのか全然なんだけど。
私やリンリ君がオタクだからってあなたに迷惑かけたかしら。だいたいそのリンリ君ってあだ名がすでにオタク臭いよね。歌先輩、あなたオタクは自分よりランクが下だと思ってるの？リンリ君、ちょっと歌先輩あ、アキ君？その登場人物と作者だけ。そういえば自己紹介がまだだったわね、沢村さん。私は2年 D 組の霞ヶ丘歌派。ペンネームを霞歌子っていうの。あの、歌先輩。なに、智也くん。俺、何か怒らせるようなこと言ったかな。大丈夫よ。別に何も気にしてないから。嘘だよね、それ。それはお互い様よね。しばらく寝ててよ。俺はもうちょっと進めておくから。それじゃあ、2時間後に起こして。わかった。おやすみ。電気消していい？ああ、はい。おやすみなさい。歌先輩、ごめんなさい。歌先輩。主人公の殿堂入りおめでとう、リンリ君。ご褒美をあげるわ。すいません、俺最低かもしれないけど M じゃないので勘弁していただけますか。そう、私にもよくわかるわ。ああ、新作ラノベのプロットが浮かばない。やっぱり学園ハーレムなんてやるんじゃなかった。先輩、今まで通り青春純愛ものにしておけば。新シリーズ楽しみにしてますから、ずっと待ってますから。霞歌子先生、いや、サインは知り合いの歌先輩じゃなく作家の霞歌子にもらいたいから。そう？なら今は霞ヶ丘歌派のサインをつけてあげるわ、あなたの体中に。人のことをリンリ君呼ばわりして、そういうネタに走るのやめてよ。悔しいわよ。そんなの決まってるでしょ。あなたみたいな商業デビューもしてない同時絵描きの添え物みたいに言われて、プロの私が何も感じないはずがないでしょ。今からあなたはフリンリ君よ。え？